はい、皆さんどうも、ブランド品鑑定士東江です。今回の動画なんですけども、ブランド品を安く買う方法実践編ということでご紹介していきたいなと思うんですが、以前ですね、こちらの動画でブランド品を安く買う方法というのをお伝えはしたんですが、ただですね、どのようにしたらいいか具体的な方法がわからない、このようなお問い合わせが、TikTok から、そして YouTube からね、ともに非常に多くいただいておりましたので、今回は動画でですね、どのような手順を踏んで、どのような業者を使って、日本にいながら公式サイト経由でお安く買う方法、これをね、詳しくお伝えしていきたいなと思いますので、今回の動画もよろしくお願いいたします。それでは早速お伝えしていきたいなと思うんですが、まずはこちらの画面をご覧ください。はい、この画面ですね、今回購入させていただいたのがこのトーマス・サボのピアスなんですね。で、ブランドに関してはね、もちろん自由に好きなブランド、ご自身が買いたいなと思うブランドを選択していただければ OK なんですけども、まず重要なのが、だいたいですね、ページの一番上もしくは一番下に、あると思うんですが、国の選択ですね。もちろんこちらはね、日本にいてるんですが、日本のページの表示になってしまいますと、もちろん価格もね、日本の表示になってしまいます。ですので、まずはお安く購入するために、そのブランドの拠点国もしくはその拠点国の隣国、はい、近い国ですね、を選択するようにしてください。で、今回のトーマス・サボであれば、一番下に行っていただきますと、こちらにですね、はい、まず国、ジャパンに今なってます。で、その下、表記ですね、イングリッシュになってるんですが、パソコンやスマートフォンで今は翻訳というのができますので、翻訳をしてですね、購入していただければ OK です。それでは早速この国のところですね、今回はイタリアを選択します。そうしますと、こちらはイタリアでの表記、もちろんですね、価格もイタリアの価格に変わっております。ですので、ユーロ表記に変わってるわけですね。それでは今回実際に、どのような手順で購入するのか、ここをお伝えしていきたいなと思います。それではまず、目ですね。そしてこちら、はい、今回はピアスを購入してみようと思います。それではこちらの、はい、クロスのモチーフですかね、シルバーカラーのこちらのピアス、はい、こちらユーロ表記では49ユーロ、日本円にして約7000円ほどになります。ただここでですね、実際日本国内でこの商品を買おうと思うと一体いくらするのか、で、このトーマス・サボに関してはそもそも日本国内で直営として購入することはできないんですね。ですので、バイマなどのですね、その他小売店から購入するしかないんですね。そこで今回はバイマでの価格をチェックしたいなと思います。そしてこの画面がトーマス・サボで検索した時なんですが、先ほどのピアス、こちらにございました。価格の方はなんとですね、22,800円、はい、22,800円ですよ。先ほど公式ホームページで確認した金額というのが約7000円ということでした。もちろんこの時点ではですね、送料やこちらに転送してもらう際の手数料というのは含まれておりません。ただこの時点で約3倍もの売り値で倍まで販売されている、このような事実はあります。それでは実際ですね、このトーマス・サボのピアス、こちらをですね、購入します。もちろんですね、日本国内で各ブランドの公式ホームページから購入するのと同じような感じで購入します。まずはですね、今回のこの方法を使うための手順の初めにしていただくことが、転送サービスの登録、バイ&シップの会員登録を済ませてください。こちらはですね、日本語表記も可能なサイトになっておりますので、非常に便利かなと思います。こちらが転送サービスをした際の利用料金になるんですけども、日本に送る場合、この2800円ですね、
このお金がかかってきます。で今回はピアスのような小物になりますので、まあ、この2800円という金額になっているんですけども、もう少し大きくなる場合ですね、その場合はプラス700円、重ければ重いほどこの金額というのは加算できます。そして次にですね、公式サイトからどこに送ってもらうのか、はい、ここが非常に重要になります。先ほどですねトーマス・サボのページではイタリーを選択しました。でもちろんですねブランドによっては配送先が限られている、はい、どこどこしか無理ですよと、例えばなんですがトーマス・サボであれば日本国内に直送してもらうことっていうのはそもそもできないブランドなんですね。なので今回はイタリーを選択したということもありますんで、イタリアの倉庫に一旦送っていただきます。ですのでこのバイ&シップのイタリアの倉庫の住所というのを知りたいわけです。ですのでまずはそちらのイタリアの住所、はい、チェックしましょう。それでは上の方にですね海外倉庫住所、はい、このような表記がありますのでこちらを押していただくとですねイタリア倉庫というのがございます。こちらですね、こちらをクリックしていただくとこのようにイタリアのですね倉庫の住所というのが表記されます。この際にですね登録した名前などが表示されるようになっております。ですので住所や郵便番号そして電話番号等々ですね、こちらに表示されている倉庫の住所などを必ずですね、公式サイトから購入する際は入力してください。間違ってもですね自分の、はい、日本に住んでいる日本の住所電話番号等々をね、間違っても入力しないように、はい、あくまで公式サイトに入力する住所、名前などはですね、こちらのバイ&シップの住所等を入力してください。で、今回はクレジットカード決済です。それでは、こちらの商品をカートに入れます。そして、カートの中身をチェックして、お会計をします。そうするとトータル金額というのがこちらに表示されております。でこのトータルの金額、はい、商品の代金は49ユーロなんですが送料を含めまして 57.90 ユーロ、日本円にすると約8400円ほど、これぐらいの金額になっております。そして購入をするとブランドのアカウントを作る作らないに関わらずメールが届くと思います。でそちらのメールの方にですね後日発送されましたら発送された時の番号というのが記載されていたりします。その発送された時の通知のメールというのはしっかりと保管しておいてください。でメールが届きましたら転送依頼というのをかけていただきます。で今回この転送依頼ですね、新しい転送依頼をする、はい、こちらを押していただきます。で今回はですね利用する倉庫というのはイタリアのミラノの倉庫になります。でこちらにですね選択いただきますと追跡番号というのを入力していただく欄が出てきます。でこちらにですねメールに記載されております追跡番号、はい、お荷物の番号ですね、こちらがブランド側から送られてくるメールに記載されておりますのでそちらをコピペしてこちらに貼り付けてください。そうしますと自分の荷物がですねこのバイ&シップの倉庫に到着した際にですね通知が来るようになっております。で通知が来ましたらオーダーのところですね、こちらのオーダーのところから決済を行ってください。今回僕が利用したのはこちらになるんですが、先ほどもお伝えした通りですね2800円こちらに転送してもらう際の手数料としてかかるんですが、おそらく初めて登録される場合、初めて利用される場合はですねポイントというのがありまして500円分のポイントがあります。ですので今回こちらに転送してもらうのにかかった費用というのは2300円。ですのでこの時点でですね先ほどの、まあ、商品のお金、はい、そしてブランド側からこの倉庫に送る送料ですね、これが8400円でした。そしてこちらに転送する金額というのが今回は2300円、合計で1万700円、この金額になるんです。先ほどの倍まで販売されていた価格2万2800円です。ですのでこの金額と比べますと
半額以下で買えてしまうということなんです。で、このバイ&シップでですね、オーダーが完了しましたら、支払い、処理などが全て終わりましたら、あとは届くのを待つだけです。で、今回はですね、なぜこのバイ&シップをご紹介させていただいたかというと、荷物がですね、イタリアの倉庫になかなか反映されなかったんですね。ブランド側からの商品の発送通知から1週間経ってもまだ反映されていなかったので、問い合わせをしたんです。ただですね、このバイ&シップのいいところというのは、問い合わせに対して日本語対応が可能なんです。はい。で、こちらのようにですね、チャットを今回は利用させていただいたんですけども、問い合わせをした際にですね、まだイタリアの倉庫に届いてませんでしょうかということでメッセージをお送りさせていただきました。そうするとですね、しっかりと日本語での返答というのがございます。ですので、万が一のことがあったとしてもですね、しっかりと日本語対応ができるようなサイトということで、比較的安心してご利用いただけるんではないかなと思います。実際ですね、僕のところに届いたのは、注文してから3週間から1ヶ月ぐらいはね、ちょっとかかってしまったんですが、通常ですね、10日から2週間もあればですね、日本国内まで届けてくれるんではないかと思います。はい。特にですね、問題なく、日本国内に、しっかりとね、今回はトーマス・サボのピアスが届きました。はい、ということで今回の動画以上となりますが、いかがだったでしょうか？参考になりましたでしょうか？今回はですね、トーマス・サボというブランドで実際試させていただきましたが、もちろんですね、他のブランドでも OK です。はい、ですので、今回この方法を利用してですね、自分自身で、少しね、手間と時間はかかりますが、お安くですね、お買い物が日本国内にいながらですね、できる。このような方法を実践編としてお伝えさせていただきました。それでは今回の動画、ためになったなと思っていただければ、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。そして、Twitter、Instagram、TikTok などもやっておりますので、概要欄の方からチェックして、フォローの方もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。